どうもハンサムクロージです。今日はアイスをたくさん買ってきました。美味しそうなアイスがコンビニでたくさん売ってます。ファミリーマートで売ってるものを中心に僕の気になるものだけ7つ食べたいと思います。明治エッセルスーパーカップスイーツショコラオランジュ、ロッテスイーツスクエア濃く深く絡み合うアイスザッハトルテ、ファミリーマート限定アンディコフローズンスイーツアップルパイアイス、食べる牧場ミルクいちごソース入り、ローソンアマオウイチゴワッフルコーン、そしてゴディバタルトグラッセ抹茶&ホワイトチョコレート、ゴディバタルトグラッセラズベリー&ダークチョコレート、はいいっぱいありますね。ほんとこれを全部、まあ、ちょっとずつパパパッと食べて味の感想を皆さんにお伝えして参考になればいいなと思ってます。こいこいっす。はい、ということで食べていきましょう。まずはじゃあ、明治エッセルスーパーカップショコラオランジュです。きた。僕もチョコと柑橘系のものが好きで、最近も結構定番化してますね。ありがたい。はい、こんな感じでナッツがバーンとか層になってます。一番上にアーモンドクラッシュ、その下に滑らかチョコ、チョコムース風アイスがあって、さらにオレンジピール入りソースで、一番下にチョコレートアイスとなってます。ナッツ覚えとこうか。こっからいくか。うわー、あー、いい。ちゃんとオレンジのソース見えますかね。広いところあります。いただきます。おいしい。酸味、うん、マジ美味しい。これこれ本当ちょっと美味しいですね。本当に美味しい。チョコの濃厚さみたいなのはそこまで強くなくて、さっぱりめのチョコレートアイスでした。でナッツの食感もカリカリで、とにかくこのオレンジのソースの酸味とフルーティーな香り風味、それがすごいアクセントになってる。このチョコレートとぴったり合ってましたね。すごい美味しい。これは僕大好きです。ジューハンサム。安いし美味しい。もう分かりますよ、もっと安いのあるって分かりますけど、これで230円だったら、これで238円だったらすごい安いと思いました。美味しかったです。次。はい、次はですね、ロッテスイーツスクエアより、アプリコットソースを効かせた、濃く深く絡み合うアイス、ザッハトルテです。またこれもアプリコットっていうね。またちょっとなんていうんですか、この酸味とフルーティーさ。それとチョコレートの組み合わせ。めちゃめちゃ好き。で、こちらは種別がアイスクリームということで、アイス自体にもね、期待が持てます。あー、こういう感じ。よっしゃ、丸っこい感じですね。これ断面が見たいので切ってみます。じゃん、こんな断面です。ちゃんとしっかりチョコレートアイスですね。アプリコットの様子はないな。上のチョコレートコーティングとはチョコレートアイスの間くらいにあるっぽいです。一番下の層はチョコケーキだね。いただきます。うん、チョコアイスが美味しい。しっかりチョコアイスだ。アプリコットも分かんないよ。下のチョコケーキも美味しいな。まずアイスクリームはすごい美味しい。種別アイスクリームっていうだけあって、チョコレートの濃厚さとアイスクリーム自体のミルキーな感じがしっかりあって、すっきりとした味わいで苦味もあって、すごい美味しいチョコレートアイスクリームでした。で、下のチョコレートケーキの部分もなんかちょっとチョコパイっぽい感じで、アイスなのにふんわり感もあって、でアプリカットソースはね、ほんとフルーティー。これがまたこのビターなアイスクリームと下の生地とね、めちゃめちゃ相性いいですね。ちょっとだけ酸味もあって、すごい口の中爽やか。うわー、これももうジューって感じだよな。でもちょっとやっぱすごい美味しかったけど、アプリカットソースもっとこうドロッといっぱい入って欲しかったですね。そこだけ。キューハンサム。次。はい、来ました、ローソン。突然のローソン。甘おいちごワッフルコーン、いちごソースを添えて、じゃーん。ちゃんといちごのつぶつぶがね、あるんですよ。見える。ソースもね。どこまで行ってもちゃんとソースがあるっていうのがポイントですよね。いただきまーす。うん、うん、うん。あ、ちゃんといちごだ。安定の美味しさ。コーン自体がすごいサクサクで美味しいから、今回も楽しめました。アイスクリームなんですけれども、ちょっと香りは香料っぽい甘い感じでどうかなと思ったんですけれども、アイスクリーム自体のいちごの味がしっかり本物のいちごみたいな酸味と香りと
味があったので全然美味しくいただけましたね。ちょっとソースが若干僕は苦手な感じでしたけど、ほんと若干ね。でもアイスクリームとコーンの美味しさで楽しめました。ハチハンサムです。次はですね、ファミリーマート限定アンディコフローズンスイーツアップルパイアイスです。なんかこれシリーズなのかな、僕初めて食べます。でもパイが美味しそう、パイ好きなんで。下ネタじゃないですよ。じゃあ開けますね。すごく良い、めちゃめちゃちゃんとパイですね。綺麗です。断面、中にアップルパイ、アップルソースっていうんですかね、入ってます。いただきます。うん、あ、口どけがいい。リンゴの香りもすっごい強いです。パイ生地は上の方すごいサクサク感があって、で下の底部分はもうガリガリ、なんかすごい硬かったですけど、香りも良くてバターの香りとかもして美味しかったです。でアイスクリーム自体は口どけがすごい良くてさーっと溶けていく感じ。アップルソースがリンゴのいい香りと甘さと酸味もちょっとあって良かったと思います。バランス良くて。ハチハンサム。次来ました、ファミリーマート大人気アイス、食べる牧場ミルクの数量限定いちごソース入り。じゃーん、牛くんがサンタクロースみたいですね。かわいいサンタだよ。この底にすごいいちごソース入ってるので下までこういかないといけないのかね。あ、全然入っていかない。上の方しか取れないですね。ちょっとアイス部分だけいただきます。あ、ミルキー、前食べてる時もこんな感じだった。普通の食べる牧場ミルクと味は変わらないですね。本当に最後ちょっとだけイチゴソースっていう感じなので、ちょっと結構もっと見えるだけじゃなくてもっと入ってるかなと思ったけど、スッて消えた。待って、ちょっと食べないと分かんないよ。ちょっとだもんだって。おまけのいちごソースって感じですけど、いちごソース自体はすごく美味しかったですね。なんか練乳いちごの逆バージョン食べてる感じですね。いちご練乳って感じ。いちごがないとな、もっとあったらなって思っちゃいますね、ついつい。ハチハンサム。次こちらです。じゃん、これはゴディバのタルトグラッセシリーズ抹茶&ホワイトチョコレート。これもファミリーマートで最近よく見かけます。じゃあこれ食べてみましょう。抹茶よ、しかもタルト、絶対美味しいでしょ。これね、どこを見てもカロリー書いてないっていうね。開けるとこんな感じです。透明なカップにタルト入ってます。パカッ、はい。うわ、なんか表面がトロッとしたものでコーティングされている、テカテカしている、美味しそう。断面綺麗ですね。ちょっとパッケージの写真よりもなんか厚みがないように見えますけど、層になってまして、下の方にホワイトチョコレートがあって、ホワイトチョコレートのアイスかな、で間にチョコレート、その上に抹茶のチョコレートアイスみたいな感じになってるっぽいですね。いただきます。うん、お上品なお味、お上品です。美味しい、まずタルトが美味しいです。サクサクでなんかバターっぽい香りもあって、でホワイトチョコレートのアイスがね、シャリッとした食感で、なんかシャーベットみたいで食感が面白いのと、中に挟まってる板チョコのカリカリ感、これも食感もあるし、チョコレート自体の美味しさもあって美味しい。抹茶チョコレートのアイスクリーム香りが良くて、もう口に入れた瞬間ブワッと抹茶が口の中に広がって非常に美味しかったです。でもっと抹茶感欲しかったですね。結構すっきりめなので、あと引くくらい抹茶欲しいって抹茶好きからするとありますね。なのでめちゃくちゃ美味しいけど、キューハーサム。最後行きましょう。同じくゴディバタルトグラッセのラズベリー&ダークチョコレートです。これ一番美味しそうだなと思って最後に取っておきました。あー、黒い、え、なんかやっぱ黒いと高級感あるな。ゴディバのマークのチョコレートもこちらは丸いですね。ちょっと雰囲気違います。ということで切りました。見てください、綺麗な赤です。断面美味しそう。いただきます。美味しいでしょう。うん、あ、もう酸っぱ、
甘酸っぱ、美味しい。これやっぱ美味しいわ、予想通り。タルトがめちゃめちゃサクサクしてて、タルトが美味しいのはもちろん、やっぱラズベリーのアイスところシャーベットみたいになってて、すごいシャリシャリ でラズベリーの香り、もう最高の甘酸っぱさ、すっごい美味しいシャーベットみたいな。それとチョコレートアイスのベストマッチ、これがサクサクのタルトに包まれてて、口の中がハッピーハッピーハッピーです。いや美味しかった、これこれ高いだけあるわ。ごちそうさまでした、美味しかったです。チューハンサム、チューハンサム、はい、ということでどれも美味しかったです。僕が一番美味しかったのはやっぱ最後に食べたコディマのタルトが一番美味しかったんですけど、まあこれ561円なんですよ、これまで高くて、そう考えると妥当な感じでちょうど値段いいなと思うのはやっぱスーパーカップっすね。値段と味のバランス最高だもん、そんな風に思いました。ということで美味しくいただきました。以上ハンサムクロージでした。バイバーイ。